次はドーメタ14です。どうでしょう、顔出ししてみました。今回はこちらクイーンオーカズ VS タイタン e スポーツというわけで、まあ、タウンホール14の 5v5 の対戦ですね。まあ、ツイッターでもちょっと話したと思うん、ツイートしたと思うんですけど、SSD がねちょっとなんか不調で、この対戦ライブで撮影してたんですけど、そのデータがなくなっちゃったんで、今回リプレイを解説する形に変えました。タイタン e スポーツってなんかタウンホール13の最後の方もなんか対戦したことがあるような気がしますね。まあ、今回はね、前回が3本、相手がアタックがいくかなーって感じなんで、まあ、それを軽く、まあ、ちょっといつもより丁寧に見ていこうかなと思ってます。早速やっていきましょう。一本目、アキラですね。アキラのアタックです。これめちゃくちゃうまかったですね。マティがホグというわけで。まあ、ヒーローのペットに関しては、ラッシーがレベル1かな。で、他はまあなんか上がってるんで、ラッシーの評価がめちゃくちゃ低いようですね。アキラの中で。で、クイヒーディガフですね。ちょっとね、クイヒーがコントロールが狙い通りだったのか、そうではなかったのか、若干わかんなかったんだけど、まあ、今回見ていきましょうか。ウォールブレーカーは1体だけで、まあ、基本的にディガホグはターンホールの処理か、まあ、援軍の処理どっちかしておいた方がいいかなと思うんですけど、まあ、そうじゃなくても全開が取れるのこの編成なので結構多様性があって難しいんですけど、まあ、今回ね、アキラの描いてたプラン的にはおそらくなんだけど、ここ開けた後にこの右通路だったんじゃないかなと思うんだけど、どうなんでしょうね。これ左側しっかりガッツリ切ってて、この後左に行くんですよね。で、その後ね、これ壁殴るんだけど、これ壁殴らせるプランだったのかまではちょっとわかんないですね。ウォールブレーカー1体しか持ってきてなかったんで、それだったら穴開けた方がいいんじゃないとは思うんで、ちょっとわかんないんですが、ここいいっすね。フリーズがね、アップデによってグランジョンのレベルが上がったので、フリーズ3発が使えるようになるというわけで、これめちゃくちゃ強いっすね。うん。で、フリーズをかけていって、まあ、ディガホグでもなんかクイラバとかだとフリーズ3発っていうのは結構基本的な感じで、クイヒにフリーズ3発使えるっていうのがクイラバのクイヒとして結構アドバンテージだったところなんだけど、まあ、ディガホグでも3発使えるような余裕ができたというところ、まあ、結果的には今回2本しか使えてないんだけど、2本しか使わずに済んでるって言っていいのかなところなので、まあ、今までのディガホグだとここからフリーズが0発なので結構怖いですよね。やるプレイヤーがするとディガホグの方で1本欲しかったりする展開全然あるし、まあ、ロイちゃんだね。特に。ロイヤルチャンピオンのためにフリーズを残したいっていう感じにはなると思うんで、ここでいいね、レイジトーム。クイヒーの方にレイジがもう必要ないと判断して、早めのレイジトームで一気に削っていってもらえると。ちょっとキングと東海兵士はもう内が入っちゃったね、外周部残っちゃってるんだけど、まあ、ディガホグがもう大量に残ってるのと、残ってる防衛施設がね、透析機とクロスボウと、まあ、重要な防衛施設はもう乗り切っていて、ロイヤルチャンピオンのブーメランもあり、ヒールもフリーズも残っているというところで圧倒的全開ですね。まあ、久々にアキラの登場ですね。今回はクラウスが休みかな。休みというか連絡取れないんだったかな、どっちかな。そんな感じでしたね。今回は連絡取ったかな。ちょっといつもわかんないですね。まあ、こんな感じで。クローク、フリーズ、フリーズ、ん?クローク、フリーズ、ヒールを残しての圧倒的全開。このディガホグめちゃくちゃうまかったですね。アキラのディガホグってなんか、他の人のディガホグとちょっと面の取り方だったり、クイヒーの仕方が違ったりして面白いで。で、続けてガクさん。まあね、インドラスケルトンといったらクイモカズの中ではガクって感じで、まあ、ガクよりうまくやる人は日本でもそういないっすね。世界でもそういないっすね。めちゃくちゃうまい。で、この配置あれっすね。クラスが、スペースステーション戦でこけた配置で、それを見て多分作ってきたんだと思う。クイーンウォーカーズ相手だから、まあ、そのクラスが今回おらず、まあ、全く違う攻めで攻められるっていうところでね、うん、このクイーンの誘導がもうすごくうまくていい。で、ここ対地クロスちょっとねもらっちゃったんだけど、あ、もう両方もらっちゃってるかな。まあ、キングを延命する形で、ただキングの方ではユニコーンがついてるんでね、キングユニコーンがねめちゃくちゃ強いです。まあ、こういう、なんだろうな、ヒーローを外周に歩かせるインドラッシュとかライドラッシュとかドラゴンラッシュとかでよくあると思うんだけど、そういう感じの時にキングにこのユニコーンをね、ぶっ刺しとくとめちゃめちゃ伸びます。まあ、外周のヒーローが回復するっていうだけでめちゃくちゃ強いんでね、うん。まあ、ヒーラーを2、3体、2体ぐらいかな、つけて外周を歩かせてるイメージだと思えば、すごく強いのがわかるんじゃないかな。しかも対空砲だったり、ホーミングにやられないヒーラーをですよ。で、ここからはクイーンが、スイッチして内側入ってきて、まあ、くるくるくると回ったインドラの方も若干削られてはいるんだけど、ロイヤルチャンピオンがねまだねシールドを残してぐるっと回っているところ、フリーズ一発あるというところで余裕の全開ですね。早めにクロークを使って、ロイちゃんはここでブーメラン、
対空砲を盛りつつラストは投石機の方をフリーズを固めれば終了ですね。ここで、まあ、クイーンは殺していきつつ対空砲ホーミング違うこれ何迫撃砲を削って終了。おでんがまあ、この編成はめちゃくちゃ強いし刺さる配置には未だにめちゃくちゃ刺さるかなっていうところで14でもまだまだ強い戦術かなと思います。どうですか？めちゃくちゃ強いですね。さあラストスタドラですね。スタドラはいつも通り中華式というわけで、まあ、中華式も、まあ、呪文が1枠増えたというところで結構なんだろうなフリーズ3枚になったことによってクイヒーだけじゃなくて、まあ、ロイヤルチャンピオンにも、まあ、ディガホグと同じような感じかな、まあ、自由なフリーズ1枠が増えたっていうのは結構大きいですね。まあ、なのでここをヘイストにしてヘイストバルーンをやってみたりとかインビジブルを追加してなんかインビジブルを使ってなんかうまいこと何かやってもいいと思うし、まあ、シングル IT とか対地のところが多いならスケルトンを使ってロイちゃん伸ばしたりとかすごく自由度が上がった編成の一つかなと思います。ここタウンホールをクイヒーだけで簡単に追っていくための突撃艦ですね。これすごくうまかったですね。ただちょっとテスラによってスーパーオールブレイカーは届かず、ユニコはねこういうなんか投石機だったりこのタウンホールの範囲ダメージによったりマルチ IT のね範囲ダメージとかで結構やられがちなので、まあ、クイヒーにつけるねあれ難しいですよね。ヒーローペットはここはラバー処理をスーパーウィザードの行動でやってくれるのでかなり早く処理ができそうというところでパピーが吹っ飛びました。トルネによってちょっとねペッカ部隊とスーパービズ部隊の距離がついてしまったので、まあ、うまい感じにトムを合わせることができなかったんだけど、まあ、綺麗にここで合流してくれて、まあ、ヒーラーが映らないっていうのがやっぱ大きいですね。ヒーラーが全員に映らなかったっていうのがトルネによって援軍によって止まってしまったので、まあ、ちょっと削られ気味なんですが逆にそういうと後ろの部隊がねしっかり進んでくれてクイヒーからスイッチがしなかったというところで逆にそれはありだったのかなというのとキングもペッカもうちが入ってるんでね、まあ、合同してめちゃくちゃ伸びてくれてるっていうところで、あとはロイヤルチャンピオンを守るためのフリーズが3枚とレイジが1枚あるのでここクイヒーの方にレイジ打っていく判断いいですね。フリーズかな、フリーズは打たないでクロークを先に使って判断、となるとフリーズ3発をここにねこの一区画だけのためにフリーズ3発を使っていくというかなり豪華な、ちょっと怖いけどね。これでフィニッシュと、まあ、中華式もすごく強いですね。まあ、ヒーローペットが追加されたことによって、まあ、基本的にどの戦術も時間切れっていう要素が少し減ってきている。まあ、ユニットのレベルも上がってるところありますしね。まだまだこの、あれはね、防衛説が上がりきってないっていうところで、まだまだ序盤の、半ばディップみたいなね、感じにはなってしまってるんですけど、まあ、それでもすごくいい展開かなと思います。はい、というわけでね、今回はタイタン e スポーツとの対戦を見てきました。ちょっと個人的にはまあデータが吹き飛んだっていうのもあるんだけど、ね、こんな感じで顔出しの切り抜きのね、練習にもあったので。まあ今後こういう動画も、なんだろうね、配信とかもね、顔出ししていく可能性があります。はい、やり方は分かっちゃったので、マイクがね、近くないと拾えないっていうのもあるので、マイクは映るけど、あとなんかレイアウトも少し考えたいね。あと意見欲しいんですけど、携帯で見てくださってる方が、今、右側にスポンサーとか、クリエイターコードのやつが出てて、左側がクラクラの画面になってると思うんですけど、それをね、逆にしていただけないかっていう、あれがあって、なんか YouTube とかのライブとかってコメント左側に出るじゃないですか。その後、ちょっと左側にクラクラの動画寄ってると、ちょっと見づらいみたいな意見もあったりして、なんかそういうなんか画面レイアウトだったり、なんかそういうのあれば教えていただきたいですね。はい。まあ、海外の人ってほぼほぼ全員が右側に寄せてるんですよ。これなんでなんだろうなって思いつつ、まあでもその一方でね YouTube のコメントと被って見づらいって意見もすごくわかるので、なんかこういうとここうした方がいいと思うとか改善案だったりあったら嬉しいです。はい、すごくないですか、これグリーンバックない、グリーンバック使ってるわけじゃないのね、これ切り抜きできるっていうことに気づいてちょっとやってみました。普通に後ろいつもの普段の家なんですけど、これ切り抜きできたんで個人的にはちょっと満足してます。工夫次第でねできるんだなっていうところで、緑のものは一切使ってません。はい、というわけでこんな感じで終わると思います。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。